そうですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマはオリンピック選手が実践している絶望の中で希望を見つけて自分の能力を発揮する、そんな方法を紹介したいと思います。はい、というのもね、まあ今辛いことばっかりじゃないですか。いや、そういうことじゃない人もいると思うんですけど、やっぱコロナショックということで、まあやりたいこともできない、行きたいイベントにも行けない、で家にこもってないといけないし、まあビジネスで言えば僕で言えば生徒さんが来ないと売り上げが減るっていうことなんですよね。でも家賃を払わないといけない、でこのまま2ヶ月3ヶ月続いてたら、まあ毎月100万円ぐらいのやっぱ赤字なんですよ。でそう考えると、どうやって暮らしていくのかなって、やっぱどうしても暗くなったり苦しくなったり、まあ、ニュース見ててもそうですよ。なんか誰々さんが死んだとか、誰々さんがコロナにかかったとかね、何人、世界中はこうなってるとか、いい話ないんですよね。暗い話ばっかり入ってくるんですよ。でそういわゆるそういう暗い状況でも、ね、もちろん暗い状況、暗いことがあった、じゃあ暗くなろう、悲しいことがあった、悲しくなろう、これも大事ですよ。でもこういう日とか、暗いことがあった、でも希望を見つけて頑張ろう、悲しいことがあった、でも楽しいことを見つけた、じゃあ前に進もう、いろんな生き方があると思うんですよ。いろんなやり方でもね、ここではその苦しいことがあったり、ね、世界がどういう状況、絶望の状況でも自分の中で希望を見つけて、その中で自分の 100% を発揮して幸せに生きる、そっちの方が良くないですか。僕は絶対そっちの方がいいんですよ。僕はそっちの方が良くて、じゃあそのためにはどうしたらいいかっていうことをね、今このタイミングだからこそお伝えできたらいいなと思ってます。で僕はね、そういうその自分の力を発揮するということをひたすら研究して、だいたい1万人の方の1万人のね、あどこやろ、ここね、1万人の子供と大人の、ライフスキル、生きる力を育んできたっていう経験があります。その経験を通じて、まあ、どうやったらどんな状況でもいつでもどこでも自分らしく輝くことができるのか、そういうことを紹介したいと思います。で今日紹介するのはあれですよ、オリンピック選手が実際に使っていることです。オリンピック選手もね、自分が競技をやっているとき、スポーツをやっているとき、いわゆる試合中ですよ、試合中に自分が予想してないことが起きてしまったとかね、で審判がミスジャッジをしてしまったとかね、いろんな予定外のことがいっぱい起こるんですよ。うわ、で逆転されてしまったとかね、残り30秒時間内逆転してされてしまったとか、いろんな状況があるんですよ。そのいろんな状況が起こるけれども、自分の力を発揮すること大事じゃないですか。いろんな状況が起きるけど、それで不安になって心配になって恐れが出てきたら、自分の力発揮できないでしょ。自分の力が発揮できないってことは結果が出ないんですよ。だからスポーツ選手っていうのは、どんな状況でもいつでも自分の力を発揮する、そのためのメンタルトレーニングを日々やってます。はい、でこれね、いろんなオリンピック選手がいるんですけども、オリンピック選手、いろんなオリンピック選手のマインドセット、考え方として一つ共通することがあったんですよ。何やと思いますか。オリンピック選手が自分の力を発揮するために実践している思考法、マインドセットです。それは結果のことを考えないということです。結果を出すためには結果を忘れること、これがオリンピック選手、素晴らしいパフォーマンスを発揮するため人の共通点です。共通の思考でマインドセットやと言われています。これどういうことなのかというと、結果っていうのは自分ではコントロールできますか。できないですよね。どんだけ自分が素晴らしいパフォーマンスをしても 100% を出してみたとしても、前回の記録よりも超えたとしても、相手がね、その記録よりも上回ったら負けちゃうんですよね。相手次第で負けちゃうんですよ。自分でコントロールできないんですよ。コントロールできないことに意識を集中してしまったら、本来やるべきこと、やるべきコントロールできることに集中できないってことなんですよ。そういうことなんですよ。だから自分が集中すべきなのは、コントロールできることに集中する、自分が動かせること、自分でできることに集中して、自分でコントロールできないことには集中しない、まあ、スポーツで言ったら分かりやすいですよ。天候ってそうじゃないですか。今日天気かな、明日雨かなって、これコントロールできないですよ。でも明日が雨やった時のようにスパイクを
予備で持ってこようとか、ね、明日雨やった時のように今日は、雨の状態でもパフォーマンスできるように芝を濡らしてね、グラウンド濡らした状態で練習しようとかね、それコントロールできるでしょ。で、審判がミスジャッジをしました。でも審判のジャッジっていうのもコントロールできないんですよ。だから自分がコントロールできることは、審判がミスジャッジした後に、じゃあ次は何をするのかって考えて行動すること。ね、攻めていたら、ピーって、審判コールがあった。じゃあ相手ボールになった。くっそ、あの審判ミスジャッジしやがって、じゃなくて、はい、すぐに戻って、守りの陣地を作ろうとかね。そういうことなんですよ。自分のコントロールできることに意識を集中する。それがすごい大事です。こんな名言聞いたことありますか？誰から聞いたのか忘れたんですけど、あ、思い出しました。聞いたのはね、僕が、社会人に入って半年間研修をやって、そこでね、一緒に過ごした同期の仲間、その中に親友がいたんですよ、一人。その親友が、最後別れる時に僕にくれた一枚の付箋があって、その付箋にこう書かれていました。何やったかな。書かれた内容、言葉ね、しっかりは覚えてないですけど、意味的に言えばこういうことです。コントロールできることを全力でやろう。コントロールできないことを受け入れよう。コントロールできることとできないことを見極める賢さを持とう。みたいな感じです。はい。みたいな感じでやったと思います。でも意味的には分かりますよね。だからコントロールできることに 100% を集中し、コントロールできないことは受け入れるということ。で、何がコントロールできて何がコントロールできないのかっていうのをしっかりと見極めるということ、これがとっても大事なんだということなんです。じゃあね、今のこの状態、この世界でなったときに、この世界ですよ、今の現実の世界に戻ったときに、何がコントロールできますか、皆さん。何がコントロールできて、何がコントロールできないですか。それを見極めること、これですよね、まずは。はい。ね。で、コロナがね、どんどん広がっていく。広がっていく状態、広がっていくっていうのは、自分にはコントロールできないじゃないですか。広がっていく、世界で広がっていくってコントロールできないですよ。でもね、広がっていくけれども、コロナにかからないようにするために、3密、いわゆる密集しているところとか、密閉した空間とか、なんていうかこう、密接な会話とかを避けるということ。それは自分ができるじゃないですか。ね。その3密を避けるというのは自分でできること。だし、あとはマスクをつけるというのも自分でできるし、手洗いとうがいをするというのも自分ができることですよね。で、国の政策っていうのは自分にはコントロールできないんですよ、ね、でもその自分の中で、じゃあ今この状態で半年間収入ゼロだと、そういうことを仮定して、じゃあどうやってその実際にお月謝をいただくっていうこと以外でオンラインで収入を得れるような軸を作るのかということで、オンラインスクールを立ち上げたりとか、ブログの記事を作ったり、こうやって YouTube をやるっていうのは、自分で僕がコントロールできることなんですよね。はい。で、こういうふうにやって、コントロールできないことにとらわれるんじゃなくて、コントロールできないと、できるのこととできないことをちゃんと分けて、もちろん苦しい、受け入れるのは悲しいし、辛いことだけれども、そのコントロールできること、自分ができることは一体何なのか。っていうことに 100% 集中する。そうするとね、心配とか不安とかなくなってくるんですよ。だってコントロールできない、自分にはどうしようもない世界の政治、そしてコロナのこの感染状況、できないんですよ、やっぱり。できないことをこう不安に思ったり、恐怖に思ってても、日常楽しめないんですよ。日常で自分の力発揮できないんですよ。そうじゃなくて、しっかりと切り替えて、自分がコントロールできることは何なのかっていうことにちゃんと集中する。で、そこをちゃんと自分ができることを一つ一つやっていくということです。だから自分の役割に専念するということ。そうなんですよ。それがめちゃくちゃ大事だなと思ってて、そう、だからお花がそうなんですよ、お花。だからこんな状況でも、今3月ですよ。外行ったら、和歌山城行ったら、桜は咲いてるんですよ。道端歩いてたら、花は咲いてるんですよ。でも桜はね、花はね、考えてみてください。自分が散ることを恐れて咲いていますかってことなんですよ。自分が将来散ってしまうんじゃないかと思って咲いてる花はないんですよ。彼らはどんな状況でも今自分ができることをやってるんですよ。桜は今短い命、まあ1週間2週間です。散ってしまいます。でもその散ってしまうけれども、自分が今花を開かせることがその子の役割なんですよ。で、道端の花もそうです。今全力で咲くこと、それが彼らの役割なんです。じゃあ僕の役割は何だろう、あなたの役割は何ですか。あなたができること、
どんな状況でも自分の花を咲かせる、そこに集中できた時に絶望の中で希望が見つかり、そして自分の力を発揮できる、そのように、僕も考えていますし、オリンピック選手がそのように実践しています。なのでぜひともこんな苦しい状況、苦しい状況でやっぱ悲しいなって思う期間、それも大事だと思うんです、大事だと思うんですけども、ある程度気持ちが落ち着いた時には自分がコントロールできること、自分ができること、自分の役割にこんな時だからこそ集中して一歩前に進んでいけたらいいのかなと思っております。はい、苦しい、みんなが苦しいこの状態だから、みんなで助け合って力を合わせて、一人一人の力を全力で、一人一人が輝いて生きていけたらなというふうに思っております。はい、ということで、今日は、絶望の中で希望を見つける方法っていうのを紹介させていただきました。こんな感じでこのチャンネルでは人生とか仕事、そして子どもの教育に役立つというか、力が湧いてくるような、こうやったらいいんだなっていうふうに勇気が湧いてくるような、そんな配信をしていきたいなと思っております。ですのでよかったら高評価ボタン、いいねボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいですし、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントも全部見ているので、こんなことお話ししてほしいとかいうのがあればぜひ残してください。はい、ということで皆さん素敵な一日を。さよなら。やるぞ。